クララボーはアメリカ合衆国の女優、ニューヨーク州ニューヨークシブルクリン出身。父親はアルコール依存症、母親は精神疾患を患っており、時折売春不満外のことをして金を稼ぐという非常に貧しい家庭に生まれる。子供の頃は汚い格好をしていたため、女の子たちは遊んでくれずに、いつも男の子たちと遊んでいたという。また、 父親から性的虐待の被害に遭ったとも言う。クララはその中から這い上がるため、女優になることに望みをかけるようになる。ティーンエージャーの時に、雑誌の美人コンテストで優勝、1922年に映画デビューのチャンスをつかむ。しかしその作品、虹の大空では、クララの出演したシーンはすべてカットされてしまう。同年の、船にうちのりうなばら刺してでデビューする。 女優は売春婦と同じだと信じていた。クララの母親は女優になった彼女を殺そうとしたこともあったという。クララの母親は1923年に精神病院で死去したが、クララは生涯を通じて罪悪感に苛まれることになる。同時に、クララのキャリアは上昇。特に映画プロデューサーの BP シュールバーグに見出されて、 お色気コメディ映画に出演してから人気を集めるようになり、1922年のデビュー以来数年でハリウッドの人気女優となる。1927年、コメディ映画、あれで健康的なお色気を発散するデパートガールを演じ、映画は大ヒット。以来イットガールと呼ばれるようになる。月に4万5千通のファンレターを受け取ったこともあるという。また、 同年に出演した翼は第1回アカデミー賞の作品賞を受賞した。彼女の人気が上がるにつれ、タブロイド紙は彼女の派手なライフスタイルを書き立てるようになる。アルコールドラッグ、ギャンブル、セックスなど多くのスキャンダルが誠しやかに語られ、また彼女の金を横領していた秘書が解雇された、払いせに彼女の私生活を暴露するなどし、人気はあっという間に衰えてしまう。 1930年代に入ると、トーキーの波に乗り切れず、1933年に引退を余儀なくされる。その後、1931年に結婚した俳優のレックスベルと共に住み、二人の息子を設けた。夫のレックスベルはネバダ修復知事を務めたこともあった。クララは1965年に心筋拘束で死去した。 翼予告編より、ハットシー、イッツ・スターティング、エイント・アイティ、エイシェーム・ポップ・マターズ2006年1月6日。ありがとうございます。